あかり、今日なんだけど飲む予定キャンセルできない？いいよ。また俊平さんからのお誘い。そうなの。今日は誘われないと思ったから本当に嬉しいサプライズ。よかったね。でもあかりには悪いことした。本当に大丈夫？うん、大丈夫だよ。吉信の家に行くから。いいなあ、彼氏。私も俊平と付き合いたい。いつまでセフレのままなんだろう。難しいよね。俊平さんは付き合うつもりありそう？ないと思う。私の他に女いるだろうし。そうなの？だってあんなにイケメンなんだよ。絶対他に女いるよ。浮気してても平気なの？彼女になりたいと思うの？思うよ。だって好きだもん。独り占めにしたいもん。なるほど。会えない時とか一緒にいない時はすごく不安になるんだけど、お誘いされた時はすっごく嬉しい。その時は私だけの俊平だし、その瞬間が永遠に続けばなーって思う。そうなるといいね。うん。でも今日はいける気がする。彼女になれそうってこと？そう。だって急に呼ばれたんだよ。絶対何か報告がある時だよね。その可能性もあるかもね。うん。頑張ってくるね。いってらっしゃい。翌日。付き合うのは無理かも。え？何があったの？昨日エッチ終わった後に、半分ノリで聞いてみたの。私って彼女になれる確率何パーセントって。うん。ゼロじゃないよって言われたけど、これって多分無理だよね。どうなんだろうね。はっきり言ってくれていいよ。その方が踏ん切りつくし。そう？うん、お願い。どんなテンションで言ったのかがわからないから、はっきりは言えないけど、付き合える付き合えないより、付き合わない方がいいと思う。え？その人、ユナ以外にも女いるんだよね。うん、多分ね。もし仮に付き合えたとしても、その女断ち切れるかな？それはないかも。だよね。ユナは可愛いんだし、性格もいいんだから、他探した方がいいよ。それは何回も思ったよ。それこそ家行くの断られた時とか、行って他の女の痕跡あった時とか、その度に病むし、自分でも何してんだろうって思うよ。でも、それでもエッチした時に全部忘れるの。この人の彼女になりたいって、会えば会うほど強く願うの。そうだよね。ごめんね。ううん。意見欲しいって言ったのは私だし、とにかく頑張ってみる。こんなこと言ったけど、やっぱり彼女になりたい。絶対にいい報告できるように頑張る。だから応援してほしい。うん、もちろん。一週間後。ねえ、あかり、今日って飲めたりしない？どうしても話したいことがあるの。ごめん、明日は朝早いんだ。お願い、どうしても今日話したい。結構緊急な感じだね。21時までには帰りたいから、それでもいいなら。わかった、ありがとう。どこに行けばいい？また場所は追って連絡する。わかった。ありがとう。3時間後。なんで帰っちゃうの？もっと話したかったのに。明日仕事早いって言ったよね。それに聞いてないよ、俊平さんが来るなんて。ごめんね。どうしても会わせたくて。会う意味がわからないし、そういうのは事前に言ってよ。なんで怒ってるの？別に怒ってないよ。でも帰っちゃったじゃん。帰ったのは明日の朝が早いからだよ。何回も説明させないで。怖いよ、あかり。怖くないよ。てかなんで会わせたかったの？俊平が会いたいって言ってたの。私がどういう友達がいるかって。基本男の人とは食事しないの。なんで？彼氏とそう約束してるから。私の彼氏候補でもダメなの？向こうも約束守ってくれてるから、それに違反したくないだけ。そんな固くならないでよ。明日早いからもう寝るね。うん、おやすみ。翌朝。おはよう、あかりちゃん。昨日は急に呼び出してごめんね。おはようございます。いえ、仕事が朝なので、早く帰らせていただきました。あれ、LINE なんか交換してましたっけ？ごめん、ユナから聞いた。そうなんですね。今後ともユナをよろしくお願いします。はーい。また3人で飲もうね。1時間後。ユナ、俊平さんに LINE 教えたの？うん。なんで許可取らないの？別にいいじゃん、LINE くらい。なんでなの？てか普通嫌だよね。何が？自分の狙ってる相手だよ。なんでその相手といる時に私を呼ぶの？私だったら2人っきりにしたいよ。そうかな。とにかく今度は時間ある時にまた3人でお酒でも飲もう。ごめん、もう飲まないよ。え？
彼氏に悪いし、私がいるから大丈夫だよ。そういう問題じゃないの。絶対大丈夫だよ。一週間後。あかり、明日会いたい。ごめん、明日は無理。なんで？彼氏？うん。ちょっとだけでも無理？仕事終わったらすぐに会うから無理だね。そっか、また誘うね。一週間後。あかり、今何してる？終電まででいいから飲もう。ごめん、今日も無理だ。はーい。翌日。あかり、次はいつ行ける？行ける日全部教えてほしい。また後で送るね。ねえ、避けてない？え？なんか私のこと避けてるよね。そんなことないよ。いや、そうだよね。私何か悪いことした？本当にタイミング悪いだけだよ。もしかして俊平のこと？うん、それも多少あるかな。やっぱそうなんだ。うん、やっぱ嘘つかれてたのはしんどかった。嘘なんかついてないよ。 LINE 教えたのも奇妙だし。それは仕方ないの。何が仕方ないの？ねえ、私のことを応援してるって言ってくれたよね。うん。それって本当だよね？うん、本当だよ。じゃあさ、賛否してくれない？は？私とあかりと俊平の3人でエッチしない？ごめん、意味がわからない。もうね、それしかないの。ごめん、意味不明なんだけど。わかった、説明するね。私ね、本当に俊平と付き合いたいの。それで本気でお願いしてみたの。そしたら女紹介してくれたらいいよって、そう言われたの。は？私の友達全員の写真見せて、誰がいいか見てもらったの。それがあかりだったの。何勝手に見せてんの？あれだよ、変な写真じゃないよ。普通にみんなで撮った写真だよ。わかってるよ、そんなこと。一回でも賛否してくれたら付き合うって約束してくれたの。だからお願いします、私と俊平と賛否してください。ごめん、やっぱ理解できないよ。なんでよ、応援してくれてるんでしょ。逆に付き合いたい？私と賛否提案してくる男だよ。そんな男と付き合っていい未来ないよね。それでも付き合いたいの。それくらい好きなの。ごめん、応援も理解もできない。他当たってください。待ってよ。翌日。縁切られた。全部あかりのせいだよ。あかりが賛否してくれないから、だから俊平に切られたの。私は関係ないよ。もともと賛否なんかする気なかったんだよ。はあ？セフレとしてはいいけど、彼女にはしたくない。縁を切るためには理由が必要で、それが友達との賛否の提案だった。違う？やめてよ。見たくないけどこれが現実。だから言ったよね。そんな男やめとけって。あかりのせいだよ。あかりが寛容になってくれないから、だから私が捨てられたんだよ。もういいわ。あんたと仲良くしてても何もいいことないし、買いなだけ、いい加減目覚ましたら？私だけじゃなくてたくさん失うよ。大切なものをたくさん失うよ。うるさい。ちょっとリア充だからってマウント取ってくんな。さようなら。翌日。あかりちゃん、今回はごめんね。なんか、ユナが暴走したみたいで。なんか話がこじれにこじれて、俺が 3P 提案してるとか、なんとか。そんなこと全くないんだよ。本当に迷惑かけた。このままじゃ終われないから謝罪をしたいんだよ。いろいろ喋りたいこともあるし、だから今日か明日あたりどうかな。家の近くにいい店があるんだ。そこで美味しいご飯ご馳走させてほしい。結構です。え？確かにユナは暴走してました。あなたと付き合いたいがために私のことを全く考慮してませんでした。ただその原因はあなたにありますよね。 3P の強要が嘘？さすがにそれは無理がありますよ。あー、騙せなかったか。いや、画像見た時ピンときたんだよ。あかりちゃん彼氏持ちなんだよね。どう？性生活満足してる？まあ、しててもしてなくても関係ないよね。俺が極上のエッチを体験させてあげる。もうね、一気に虜になるよ。本当は 3P とかしてユナの嫉妬の顔とかいろいろ拝みたかったんだけどな。もうモンスター化したから完全に用済みになったわ。ってことでどうかな、俺とセッションしね。不快だから消えて、一生絡んでくんな。後日談。こんばんは、あかりです。この後二人とは絶縁しました。一切連絡も取ってませんし、どうなったかも知りません。ユナは闇落ちしてるでしょうし、俊平は遊び尽くしてるんでしょうね。
人には全く興味がないので、知りたいとも思いません。また、このことが終わってから、彼氏に全てを打ち明けました。彼氏は一緒に怒ってくれて、ユナと絶縁した私の選択を褒めてくれました。恋人と友達選びは気をつけましょう。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回はみーちょんさんからご提供いただきました。みーちょんさんありがとうございます。3P の提案の話は本当なんですか？はい。やばいですね。実際の LINE を見せてもらいましたが、毎行放送禁止用語が飛び交ってました。興味あるので開示してください。チャンネル存続の危機に面するので控えさせていただきます。本日はありがとうございました。また次の動画を楽しみにしててください。エピソード募集も引き続き行います。よろしくお願いします。